10分でわかる日本領域日本にはですね「古事記」とか「日本書紀」とかまあ古くから伝わるその素晴らしい古の書物がたくさんありますよね。でその中で日本本領域という5本があるんですこれをぜひ知っていただきたくって今回このイベントをするんですよね。 でもう本当おそらくほとんどの方が聞いたことがないとかまあ知らんっていうことをおっしゃるかと思うんですけれどももう本当に面白いんですこの本が。で日本領域とは何かっていうとざっくり言うと平安時代の初めにできた仏教説話アンソロジーなんですよ。 えー、アンソロジーっていうのは作者が違う物語がこうあれこれ詰め込まれたもののことを言うんですけれどもテーマは仏教なんですで仏教の説は、まあ、例えばあ「いいことをしたらいい人生になりますよ」とか「お父さんお母さんを大切に」とか「ご恩を受けたらちゃんとご恩返しましょうね」とか。 神物はすごく大事だから罰当たりになるようなことをしちゃダメなんですよとかまあそういうこう仏教の尊い教えっていうものがこうたくさん入っている物語集なんですよねでこのお話の内容自体がすごく道徳的で面白くって、まあ、読み応えがあるっていうのもあるんですけれども私がぜひ皆さんに知っていただきたいのは この物語が成立した時代平安時代の初期ぐらいこの頃の人々の生活模様というものがこの日本領域を通じてすごくこう分かりやすく読み解くことができるんですよね。で平安時代の初めってちょうど今「光る君へ」大河ドラマでやっているので まあなんとなく想像つくかなと思うんですけれども貴族はまあ優雅な暮らしえよっぽど没落しない限りちゃんとご飯も食べて屋根のあるところで寝てでまあ仕事が順調にいってたら出世してこういい着物を着てみたいなそういった絵に描いたような贅沢な良い暮らしができるんですけれども庶民は やっぱりすすごくその困窮していたわけなんですよねで今みたいにインフラが整っているわけではなく人権とか、まあ、そういったものの概念すらあるわけもなく病気をしても病院がすぐそこにあるわけでもなしお薬が欲しくってもそうそう手に入るわけでもない。 それどころか栄養だってどれだけ足りてんのかみたいなそういった時代なんですよ。で、そこでこう実家が太いとか頼れる親戚がいるとか役人にコネがあるとかまあそういうことがあったら多少ハッピーライフはあったかと思うんですけれどももう普通に普通の人はもう生きてるだけで100万点もう本当に こう生活するのがこうなんてしんどいんだ苦しいんだみたいな、まあ、そういうのがデフォルトな時代なわけなんですよだからこそ仏教というものがすごく大事にされていた神仏におすがりするっていうことがもう本当心の支えだったみたいなそんな時代なんですよねでそういう時代だからこそ神仏を大切にして 敬う生活をすれば本当にこう人生よくなるよみたいなそういったことを教えてくれたりする書物それがこの日本領域ななわけなんで,すでね私が今回皆さんにこれをご紹介したいと思うのがその仏教を大事にしたらこんないいことがあるよ大事にしなかったらこんな悪いことがあるよっていう その内容はもちろんなんですけれどもこれを信じていた人々の横顔がものすごく面白くって本当ある意味私たちと変わらない人たちが平安時代に生きていたっていうことがすごく分かってこう興味深いんですよね。例えばですね、えー、大安寺というお寺のお坊さんが出てくる話があります。 大安寺って今も奈良にありますお寺でして昔は本当に国が作ったこうまあブイブイ言わしていたお寺なんですよ。でこちらのお寺に所属していたお坊さんの話があるんですけれどもなんとお坊さんが借金をしてたっていうところから話が始まるんですね。おい坊主が借金するんかよみたいなそんなことが分かって面白いんですけれども。 じゃあなぜ借金することになったのかというとそれはこのお坊さんが、まあ、非常に真面目で熱心な方で仏教の経典について、まあ、読み解く勉強会をなさったでその勉強会するのにいるもんがいるからお金を借りてで、えー、返せなくなったっていうでそこからどうなるどうなるっていう話なんですよ。 でこういうのもその坊さんともあろうものが借金するんかいあ、でもその理由ってすごく真面目だったのねっていうところから始まってこの坊さんに借金返せって迫ってくるのがお寺のの事務人だったりすするんですよねでそんなせちがらい話があるのかみたいな,なんかこういう当時の人々の生々しい横顔なんかが すごくよくわかる一面があったりしますあとですね、えー、実録平安時代のクズ男、えー、滋賀県大見、えー、の国に住んでいたある男の話が載っていたりしますでこの人ね、えー、一人の金持ちがいたという言葉から始まっているので金もやったんですよお金持ち なんだけれどもこの,お,ぼあのお金持ちの人がまあ仏教的に尊い志を立ててある経典を書き写そうということで頑張るんですよね。でもその経典が、まあ、なかなか書き,写書き写せなかった。えー、志を立てたまんま長い年月が経っていってしまった。結果だん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 お家の財産が乏しくなっていって。 えー、最終的には生活の手立てもないほどになってしまったなんでそんなことになんねんって感じなんですけれどもでさらにひどいのは、えー「そこで男は家を捨て祭祀を捨て、えー、仏道修行をし幸福を求めた」って書いてるんですよ。<laughs> なんじゃそりゃと。あ,の <laughs> あなたの人生ですからねそれは好きにしたらいいんです。いいんですけれども 最終的に自分の志を果たさんがために家が貧乏になってしまって結果家を捨て妻を捨て子供を捨てたってめっちゃひどくないですか、まあ、こんな話なんかが、えー、たくさん載っているそれが日本領域です。でこんな感じでこの私たちの今身近にある道徳的な観念 いいことをしましょうとか親孝行をしましょうとかそういうふうな気持ちをこう教えてくれるのが仏教なんですよね。でそれを心の中に置いておいていい,しいい人間になろうって努力するそれは平安時代も今も変わらないんですよ。で今の私たちだって道徳的な気持ちを心がけながらもやっぱりずるいところもあったり 悪さする時だっってあるし、まあ、うっかりり道を踏み外すすことだってありますよね。現代にもクズはいっぱいいるわけですけれどもでも平安時代も一緒だったんですよ。そういったことなんかを読み解きながら昔の人がこういう本を読んでいたこういうことが記録されていたということなんかをいろいろ語りながら私たちの世に伝わってきた えー、書物「日本領域」というものを、えー、紹介して皆さんのこの人生をより豊かにしていただこうと思っております。プレゼンターは奈良のガイド・忠内香織と関西ではファンがむちゃくちゃ多い有名人・タレントの南かおりさんです。 前回、日本書期に関するイベントを一緒にさせてもらって、ものすごく楽しかったんですね。今回も前回に負けないほどの爆笑いっぱいの会になるかと思いますので、11月30日土曜日、大阪の歴博です。ぜひお越しください。お待ちしております。